この YouTube ではテレビでは収まりきらなかった未公開シーンをたっぷりとお届けいたします。たらふく召し上がれ。楽しい、これ楽しいですね。栗拾い楽しい、これ陽気落ちてて楽しい。めっちゃキヨさん子供みたい。栗拾い、これ夢中になるな。夢中になりますね。私の顔みたいにパツパツやこれ。すごいな、こんな。あ、めっちゃでっかい音してる。めっちゃでっかい音。ごめんなさい。ちょっと取り逃しがあった。めっちゃ全然取れてない。全然取れてないわ。痛い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 。ちょっと待って。何これ、過酷ですよ栗拾い。びっくりした今。いけるな、上手。いけますか。やったー。うわびっくりした。びっくりした。なんすか今の爆撃音は。お猿さんをな、撃退するやつ。え、ほらやっぱ猿とかも降りてきて食べるんですか。はい。猿やってイノシシやって。イノシシな、こんな青いんでも鼻でついてみんな破るんです。鼻でつけるイノシシってすごい化け物ですよね。この道具な、くりくり坊主っていう。くりくり坊主って言うんですか。うん、この道具くりくり坊主。くりくり坊主。ね、え、これ片山さんがつけたんですか。いやいや違うんですか。これはあの店の人かな。あ、店の人がもう普通に商標登録して、うん。そう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 。お運で男が越しちゃった男がな。え？くりくり坊主って名前つけたんだろ。すごいペンチみたいなやつ。これをほら見てみな。わあ、いいですか。あ、くりくり坊主や。くりくり坊主や。くりくり坊主。すごい。え、で、こっから向けてね、さっき。ここ頭から。うん、上手やな。あ、ほんまですか。上手よ。あ、よかった。ほら。あ、うまい。なあ。やった。うん、あの、栗ご飯入ってそう。入ってそう。やった。受けました。綺麗。ごっつ綺麗。クリクリバーズの。ちょっと宣伝し。初めて知った。でもこれな、ここでストッパーがついてるでしょ。こうしてこれしたら、これをやると止まります。めっちゃ便利。どれだけいいかがようわかります。はい、じゃあこちらね、あの片山さんが。何でしたっけ、渋皮煮なるものをちょっといただいたんですけど、じゃあちょっと食べてみようと思います。今ね、用事さした瞬間すごい柔らかかったんで。これはいいですか。はい、いただきます。おいしい。あ、柔らかそう。柔らかい、なんかこっちしっとりしとんで、でこの栗の本来の甘みでもすごい美味しいです。優しい優しい優しい味。美味しい。めっちゃ美味しいですね。なんか渋皮煮って聞いたらこっち苦いイメージがあるんですけど、全然苦くないんですね。とろっとしてるのに、うん、栗のこの実自体はこうほこっとしたのは残っとって、あの和菓子 の、あのデザートみたいな。確かにモンブランの一番上のてっぺんに乗ってるような。美味しい。
食いしん坊アカデミーでは徳島の食に関する情報を募集しています。おすすめの旬の食べ物、もっと美味しく食べるための豆知識など、ぜひこちらまでお寄せください。待ってます。